こんばんは、速稼塾の久保です。今回ミスター M さんからしっかりとしたね、メッセージをいただきました。まあ、しっかりとしたと言いますと、なんかね、今までしっかりしてなかったんかって、そういうことではなくてですね、しっかりとしたというのはですね、もう本当にね、まあ、ミスター M さんが活動していたそのご自身の活動に対してのものすごくね、深い思いと言いますか、感動というか、出会いの喜びとか、そういったものですよね。具体的に申し上げますと、今回ミスターのきチャンネルとかいうね、謎のやつから、なんかね、パロディの、ミスター M さんのパロディのね、ガチンコ、マッチョクラブのパロディ動画が作られていたりとか、あとはね、生活保護 YouTuber の、あやさちゃんね、東京のあやさちゃんの番組の中で、しっかりとね、取り上げられていたりとかね、これ非常にですね、ミスター M さん、多くの方に謎のモチベーションを与えてるんじゃないかなと思うんですよ。いや、普通ね、筋トレ系の動画って最初から出来上がった肉体の人が出来上がった理論理屈ね、どん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 押していくものだと思うんですよ。ミスター M さんっていうのはどちらかというと、私たち筋トレがいまいち乗り切れてない人目線で、送ってくださるんですよね。これ乗り切れてないって何かっていうと、何回も何回もトライするんだけども、そのためにね、うまくいかなくて挫折しちゃったみたいな人の、私たちの気持ちをね、よく汲んでくれたりとかね。で、まあ予算的にも結構柔らかいものを紹介してくれるんですよ。ダンベルとかバーベルとか、こうドリンクのね、こうカップとか、非常に私たちに身近だなと思えるところですよね。そしてね、身近なだけではなくて、やっぱり地獄も見てるんですよね。学生時代に騙されて借金をね、たくさん抱えてしまって、その借金を返すために強制労働、ね、これを、まあ、10年間ほど続けて借金をね、完済したということなんですよ。この借金を完済っていうのがすごいですよね。もう私も、ね、借金完済に関しましては同じような金額をね、完済しましたんで、相当これは大変だったなと思うんですよ。だってね、利息だけでも毎月毎月返済できないんですよ。やっぱり2000万とか3000万とかになると利息を返済できないんですよ。まあ、その中でね、ミスター M さんも生き切ったんだろうなと思います。まあ、今全国的には非常事態宣言というのがどんどん解除されていく中、多分ミスター M さんっていうのは毎日が非常事態だったんでしょうね。まあ、そういった切実なものを感じるのとともにですね、時間とか人生とか命って非常に大切なんだなっていうことを、ガチンコマッチクラブのトレーニングで私は感じることができたんですよね。まあ動画での感じ方っていうのは様々なんですけども、このミスター M さんの謎の魅力、謎のモチベーションがですね、私たちをガチンコマッチクラブ一期生を引きつけるのは事実なんですよ。ということで、これからはね、ここからはですね、ミスター M さんへの感謝のメッセージに変えさせていただきますけども、私がね、前回、なかなか筋トレのね、モチベーションが続かないっていうことでお話したらね、機材を買うといいよみたいなメッセージいただきました。これね、私もね、本当にそう思うんですよ。機材を買うことによって、やっぱりやりたくなって、使いたくなってくるとかね、お金を払ったんだからもったいないから回収するために一生懸命やるみたいなモチベーションにはなってくるんですよ。でこれがね、情報商材を買いまくると大変な目に遭うんですけども、筋トレのグッズっていうのはずっと使えますしね。それからこれ使わなくなったなってものは、まあ、中古に出すこともできるんで、いわゆる資産化できるわけですよね。で筋トレとかそれからダイエットっていうのは男性の、まあ女性もそうですけども、男性のね、永遠のテーマなんですよ。やっぱり鋼の肉体になりたいとか、鋼鉄なね、精神力を持ちたいとか、憧れの男になりたいっていうのはね、やっぱりね、誰もがね、思うものだと思うんですよね。まあそういった心に火をつけてくれるためのガチンコマッチクラブモチベーション動画なのかなと思いますんで、これからもね、しっかり見せていただこうかと思います。で、綺麗にね、やっぱコーナー分けされてるんですよね。筋トレの動画とかね、モチベーションの動画とか、こう曲を紹介する動画とかね、やっぱり私たちが筋トレするときに BGM もむちゃくちゃ大事なんですよ。で BGM だけではなくて、こうある特定のね、歌手とかミュージシャンの精神、こういった歌詞に込められた精神が私たちの体の中に埋め込まれて未知の力を出してくるってところもありましてね、尾崎豊さんですとか、それから長渕剛さんとかね、この辺がね、やっぱりまた共感するわけですよ。ものすごくね、その筋トレとかにもうすごい合うんですよね、この曲がね、この歌詞がね。いやいやいや、というところでね、ミスター M さん、これからも本当によろしくお願いします。ガチンコマッチョクラブ、マッチョになりたいみたいなね、なんかそのガチンコマッチクラブのオープニングとかエンディングってのもそろそろね、板についてきたかなというところでね、癖になりますね、あれもね。マッチョになりたいみたいなね、元ホームレスの私がマッチョになれるのか、なれるのかみたいな、これがいいですね、これがね、なれるのか、
慣れるのか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 みたいなことでね、身振り手振りもすっかりハマってしまいました。本当に私たちの心に温かいね、一つの光を灯してくれたんだなと思います。だからね、 YouTube ってやめられないですよね。本当にね、あやさちゃんもしのきくんもありがとう。ミスター M さん、これからもよろしくお願いします。ガチンコマッチョクラブ、さらに加速していきましょう。マッチョになりたい。